イノベーション推進部2課の青木慎吾と言います。2017年入社です。イノベーション推進部は世界や世の中の困りごとを解決するために、まあ富士がどういった新しい事業を取り組んでいくかっていうところを考えて、いち早く取り組んでいくっていうような部署になってます。まあ、いろんな新しい取り組みを行っているスタートアップですとか、まあ、いろんな展示会に出向いたり、実際の現場にいる方と話をして、その人が一体どんなことに困っているのかっていうところを見つけて、でそのテーマに対してどんなことをすれば解決できるかっていうのを考えて、実際にそのものを例えば買ってみて解決になるのかっていう検証を行うとかで、もしそれが成就すればどんどんそれをサービスに、ビジネスに変えていくみたいなところをやってます。やはり社会問題に対して富士が取り組んでいるっていうことが大事っていうところも思ってますし、自分としてはやりがいを感じるなと思ってます。まあ、どうしてもその海外の困りごとが見つけにくいとか、取り組むべき課題を見つけるところが苦戦しているところもありまして、シリコンバレーに行くことでスタートアップがたくさん集まっていたりとか、まあ、どんどん困りごとを解決しようっていう、まあ、イノベーターがたくさんいるので、まあ、そういった方たちの、まあ、コミュニティに入ることで、まあ、刺激をいただいて、何に取り組んでいくかっていうところをもっと考えるきっかけを作ったりとか、自分の仕事に落とし込んでいきたい、まあ、自分だけじゃなくていろんな人が成長できるように成果を持ち帰れたらなと思ってます。英語ペラペラとかっていうわけでもないので、どうしても不安はあります。すごい方たちが集まっているところなので、圧倒されるんだろうなと思いながらも、対等におしゃべりできるように頑張らなきゃなっていう不安が半分、期待が半分っていう感じです。イノベーション推進部第1課の和島と申します。入社年次は2021年、研修を終えてから2022年の4月にこの部署に異動になりました。今主にソフトウェアに関して業務をしてまして、まあ、AMR の自立走行の部分でソフトウェアのデバッグだったり検証だったりをして、まあ、細かい変更点を直していくっていう作業をしています。まあ、フィルっていうアメリカの子会社のメンバーと共同で開発してまして、まあ、この先こういう使われ方をするからこういう動作をした方がいいんじゃないかなっていうところで、まあ、変更点を洗い出したり、実際に現場に投入してこの動作ちょっとおかしいよねっていうところを、まあ、ちょっとパソコンで直すっていう作業をしてます。最初にニューヨークに行って展示会1週間ぐらいで作業した後に、その後シアトルのフィルのオフィスっていうところに行って、ソフトウェア関連のお仕事をしてくる予定です。展示会自体に出展する側として同行するっていうのもそもそも初めてのことなので、相手が何を考えているのかっていうところをまうまく受け取って、求められていることをうまく向こうなので英語でお話しするかっていうところを、まあ、ちょっと頑張っていきたいなと思ってます。アメリカのタスクの割り振り方みたいな、そういう基本的な仕事の進め方みたいなところも学んでこれたらいいなと思ってます。入ったばっかりっていうこともあって、どっちかっていうと指示を受けて何かやるみたいなことがどうしても多いので、これやってくださいよって自分から発信できるようになって帰ってこれるといいなと思ってます。個人的にはまあ楽しみしかないかなと思ってて、まあ行ってしまったらなんとかなるっていうのと、まあ不安を持って行っても、まあ、絶対何かしら起こるなぁと思ってるので、まあ、そんなに気負わず行きたいなと思ってます。CES にやってきました。展示ブースを回りたいと思います。Design is very cool. Thank you.
フラグ&プレイに来てます。普段ここで働いてます。ここに来て、まあ、いろんな人とネットワーキングをしたり、自分のテーブルワークをしたりという感じです。まあ、お茶とかもあるんで、いつも緑茶を汲んで席に行ってます。でここに自分のパソコンを置いて、ちょっと朝なんでいないですけど、友達のスタートアップが座っていて、時々雑談したりしてます。まあ、今日は9時から打ち合わせがあるので、ここで打ち合わせします。 And our main product is industrial robot。三ノ瀬の宿泊先にやってきました。まず入ってすぐキッチンがあります。食器もかなりあります。料理道具も結構入ってるので買わなくていいかなと思います。寝室はめちゃくちゃ広々と使えます。めちゃくちゃいい感じです。アメリカのコストコに来ました。コストコに来ました日本のコストコよりちょっとでかいかぐらいです。ウィナーレフの会場に来ました。こんな感じ。こんな感じで無事荷物が届けられて、時間通り予定通り作業できそうです。今レースが終わって、今からニューヨークからシアトルに移動します。オフィスに着きました。これから入ります。フィルアドオフィスに到着しました。すごい綺麗なフロアで、冷蔵庫、ご飯、お菓子だったり、一緒に働くメンバーの机に加工機があります。ちょっと本当に住めるぐらいのレベルの環境でびっくりしてます。ラリーが届いたので開梱作業をしていきたいと思います。開梱終わりました。疲れた。タイムズスクエアです。で今セントラルパークに来てます。1時間ぐらい散歩をしているところです。ホッケーの試合見に来ました。植物園に来てます。日曜日です。ファーマーズマーケットに来ました。農家さんが直接売りに来るような市場のことみたいです。ちょっとクラムチャウダー食べようと思います。クラゲシアロシフルチャウダープリース。めちゃめちゃ美味しそう。このクラムチャウダー1杯で、1500円ぐらいです。ちょっと物価の高さを感じます。ランチに来ました。ピザを食べに来てます。もうとにかく現地の出会いを探しに行って、その人たちと意見を交換したりとかっていうことをしていたので、148人の人に話しかけに行きました。とにかくその相手と話をしていく中で、富士っていう会社としてどんな新規事業を起こせるんだろうかっていうことを考える引き出しみたいなところはいろいろ持つことができるようになったっていうところと、今後のビジネスにつながるようなパートナーを見つけられたりだとかっていうこともあったので、今後につながる活動になったかなと思ってます。今回初めて英語圏でがっつり英語をしゃべるっていうことをしたんですけども、
伝わらなかったりとか発音が聞き取れなかったりっていうことがあると、まあ、はとかっていう言葉をかけられるんですけど、まあ、それにちょっとびっくりしてしまって、いろんな国の方がそのシリコンバレーにいまして、まあ、第二言語が英語の方もかなりいたので、もうそもそもその発音がちょっとずつ違うよっていうのはもう当たり前の社会だったので、別にはって言われることに対してそんなに重く受け止める必要がないんだなっていうのに、まあ、1週間くらいで気づきまして、まあ、そこからはもうはと言われてもめげずにトライしました。やはりその今の関わっている新規事業開発っていうところで、まあ、社内でいろいろ検討していても、まあ、いいアイデアとかって生まれづらい。なので、まあ、社外に飛び込んで、まあ、その社外の人といろんな話をするっていうことが、まあ、結構新しい気づきがあったりするっていうところは今回身をもって体感したので、まあ、日本の中でも、まあ、会社の外に出ていろんな人と話をしたいなと思いますし、またアメリカに行く機会があればとにかくコミュニケーションをとって新しい事業につながるような活動を今後も続けていきたいなと思います。本来向こうにお願いしていたその開発の業務っていうのを一緒に行ってきました。っていうのも日本側から出た新しい要望だったり機能の新実装みたいなところを日本側の要望をちょっと噛み砕きながら開発を主に行ってきました。やっぱり行ってすぐはどうしても向こうの仕事の進め方とか何もわからない中で、どうやって自分のやりたいことを達成していこうっていうところに一番苦しみましたね。彼らの雰囲気だったりとかそういうところに合わせていくなのか、こう自分がどんどん行けばいいのかみたいな進め方みたいなところを一番考えていました。相手も、まあ、突然僕が行ったところで困るのは当然だと思うので、こうしたいんだけどとかこれがわからないんだけどっていうのを自分から積極的に話すようになったおかげで、まあ、最後の方は上手に進めていけたかなと思ってます。気持ち的な面で変わったなっていうのはもう、まあ、これからの社会人生活の中で、まあ、大きいところかなと思いますし、一番得られたところかなと思います。今回身につけたものっていうのは、例えば営業だったりどこの部署に行っても本当に一生役に立つものだと思うので、今のこの積極性を使って技術的な面でもっとスキルアップしていきたいなというふうに思ってます。